小諸城は、長野県小諸市小諸にある日本の城跡。別名、酔い城、穴城、白鶴城、長京元年に、大井道忠によって築城されたと考えられている。戦国時代、武田信玄の東信州経営のために、現在の縄張りとされた。現在残っている城石の元になったものは、信玄の軍師であった山本勘助の縄張りだと言い伝えられているが、 根拠となる資料はない。安土桃山時代から江戸時代にかけて石垣を構築した金星城閣に改修された。現在のような構えとなったのは戦国秀久の改修によるもので、三重天守もその頃に建てられたものであった。天守には霧門の金箔押し瓦が用いられていたが、寛永三年に落雷によって消失している。城閣は城下町である。 市街地よりも低地に縄張りされ、市街地から城内を見渡すことができ、このため穴城とも鍋蓋城ともいう別称がある。また、浅間山の田切地形の深い谷をラボにとして利用しており、西側の千曲川の断崖も天然の防御として利用されている。天文23年に竣工する。小物城主は武田家の親族集である、武田信豊であるとする説があるが、 黒田元木は信豊が小室城主であったことを示す確実な記録はないことを指摘している。勝頼よ期には、五一門州の下曽根清敷が上代を務めており、天正十年三月の織田、徳川連合軍の改進行に際しては、小室城に逃れてきた信豊を、清敷が打ち取り首を織田信長に侵入したが、清敷も中殺されたという、武田氏が滅んだ後に、 上野国と品の作軍、小さ方軍は、小高新の滝川和正が漁師、城代は、道や昭栄が務める。天正10年6月2日の本能寺の変により、相模国のご宝上氏が上野へ進行し、6月19日に、和正は、ご宝上氏との神奈川の戦いで敗退する。敗走した和正は、美濃和城を経て、薄い峠を越え、6月21日に、 小室城へ入城する。6月21日には、佐久軍の国衆、与田信重が、小室城において和ズと面会し、和増は、基礎軍の基礎義政とも交渉し、6月27日に、小室城を退去して、佐久、基礎領軍を通過して、本国の伊勢国長島へ帰還した。これにより、小室城主は、与田信重となる。後に、徳川氏に引き渡された。 その後、小田原征伐後に、与田氏が徳川氏に従って、関東地方に移ると、代わって、小田原征伐での功労が認められ五万国で、再び大名に列せられた、戦国秀久が、天正18年に入城した。秀久は、関ヶ原の戦いでは東軍に就いたが、その後も、源那8年に二代忠政が、上田城へ天保となるまで居城した。江戸時代には、 小室藩の藩長が置かれ、その後は松平氏、青山氏、堺市などが封じられたが、元禄15年に牧野安重が違法された後は、国替えは行われず、牧野市十代、高裁の時に明治を迎えた。2006年4月6日、日本百名城に選定された。大手門大手門現在は、当時の建造物は、石垣と現在の海湖園の入り口の三の門。 市街地に存在する大手門のみが現存している。大手門と三の門の二棟は共に国の重要文化財に指定されている。その他、天守台、石垣などが現存する。現存する大手門は五軒屋倉門、入り萌屋造り、本河原武器で、慶長17年の建立である。門は、小室市の所有となる前は料亭などとして使用されていたため、一部に改造もあるが、 建物の根幹部は根粒時の状態をとどめている。平成16年から同20年にかけて解体修理が実施され、改変部分は球場に服している。三の門は1615年に建てられたが、官報2年に起きた犬の満水と呼ばれる大水害によって大手門、足柄門と共に損壊した。現存する三の門は、明和3年に再建されたもので、三軒屋門。 寄せ棟ネり、三河原武器。門の所有者は、開古神社である。移築現存する建物としては、足柄門が、市内光竹寺三門として、黒門が、市内西岸院三門として、旧北見牧村の民家に、本丸御殿の書院といわれるものが移築されている。侍屋敷は、特に保存されていない。しかし、三の門を向かって、左手方向の旧馬場町、 右手方向の旧足柄町一帯には旧藩時代の直系子孫が現在も居住してかつての面影を若干残していることがある。本町、市長、荒町、与良町の四町からなり、本町と市長は北国街道の宿場町の機能を担った。半月ずつ上下に分けて宿問屋を定め天馬を務めた。また本町、荒町、与良町には国問屋や塩問屋、 作り酒屋などがあり、佐久地方の商業の中心地であった。市長には、問屋と本陣を務めた上だけが、旧小諸本陣として残され、国の重要文化財に指定されている。定石は、明治13年に、旧小諸藩士らが、旧三河門から、本丸島での払い下げを受けて取得し、大正15年には、本田清六の指導を受け、当時の小諸町が、延地の拡張を行い、 史跡の自然景観を活用した公園とした。現在は、市営公園小室城市会公園として、整備、公開されており、入場は有料である。園内には、小室市動物園をはじめ小室市児童遊園地、小室市立小山経造美術館、小室市立郷土博物館、小室市立藤村記念館、開古神社、長古館があり、またその隣接して、小室虎山記念館、 鹿島神社、小モ義塾記念館などの施設がある。旧城郭のババアトを中心に、ソメイヨシノが多数植樹されており、日本桜名所100選に選定されている。4月下旬の桜の開花時期には、多くの花見客で賑わう。また紅葉の名所としても有名であり、こちらも春に負けないほどの多く観光客で賑わう。開講園の入り口は、旧山の門を利用しており、 徳川家里の筆による、海湖園の見学が掲げられている。この3の門は、小室市のシンボルとして、富士テレビのアニメーション、サザエさんの旅行編やオープニングにも複数回、登場している。海湖園の敷地の多くは、海湖園保存権が、小室市に賃貸することにより、賃借料を得ている。従来の賃借料は、海湖園の入場料を基礎に、スライド制とされていたが、 平成4年から定学制となっている。小室氏が日本国憲法の規定により宗教法人解雇神社を特権的に扱うことは許されないが、その行政用語をめぐって国会を招いた点を平成26年6月の定例市議会の中で小室市長は認めている。宗教法人解雇神社はうじ子数が54名と極めて少ない。そのうじ子は 小諸藩の氏族出身者の子孫、関係者であり、かつ、小諸市在住者で構成されていることが特徴的であり、カ古神社の祭神に信仰心を持っている一般の小諸市民は、うじ子になることができない。カ古神社の祭神には、天馬宮、日魂社など、一般に馴染みの深い祭神も建てつられている。品の毎日新聞社、東信ジャーナルをはじめとする、 地元マスコミの記事、及び、小室市議会議員が議会で質問を行うにあたっては、開顧神社数警会を指して、氏族会、旧氏族会、小室市族会などと呼称していることもある。また一部の小室市議会議員等は、宗教法人開顧神社に対して、開顧園主要分の土地を、小室市に寄付すべきだとの主張を表明している。回顧園内の千曲川を望む展望台近くには、昭和2年に、 島崎東村の千曲川旅情の歌の歌碑が建てられ、二の丸の白石には和歌山牧水の短歌も刻まれるなど、海古園という名の通り昔を忍ばせ、文学の香り漂う風景を織りなしている。和歌山牧水の短歌を刻んだ石垣については、種田三等家が作詞岩村田を訪れた際にこの歌碑に触れた文や、俳句を残しおり、両文人の愛好者が訪れる名所となっている。 所在地交通アクセス入園料、ありがとうございます。